もろいよ、城の橋。あ、大破してしまった。めっちゃ飛ぶやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、ステージ1の5やっけが終わった後に、なんか急激にこっちに出てきたスロットをやっていきたいと思います。スロット、スロット、またミニゲームかな。ブロックを叩いて絵を揃えよう。最大777枚のコインをゲットするチャンス。コインを100枚集めるとプレイヤーの残り数が1増えます。あ、そうなんや、やった。やったわー。え、なにこれ、どうやって。あー、びっくりした。全然揃わねー。ん ?100? コイン100個もらった、やった。2つ揃ったけんってこと。イエーイ、やったね。あ、一回やったら消えるんや。なるほど。はい、そして。はい、このなんかキノピオ隊長的なの。え、なんかこっち入るとこあることない？ほら、いける。あ、こんなところにも。なるほど。次、でかいの行ってみようかな。え？別に反応変わらんのかな。こっち。ほら、やっぱり欲張ったら一個だけとかいうことになるんよね。左何があったか見てないけど。よし。ごめんね。ずっとヘルプって言うけど、寄り道ばっかりしよる私。はい、じゃあ、こっち行きます。やっほー。ワールド1のキノピオ。キノピオ隊長の最初の冒険。キノピオ隊長やん、やっぱり。懐かしいね。キノピオ隊長、お、隊長を動かすんや。グリーンスターハンター、キノピオ隊長の大冒険。コース中のグリーンスターを集めましょう。5つ全て取れたら差し上げます。やったー。1個 ?5 個地球を別の角度から見たいときは R、またはスティックプラス A でカメラを操作することができます。ふんふん。最後に、キノピオ隊長はジャンプができません。ご注意を。ジャンプできんかったっけ？全然覚えてないけど。なるほどね。あ、とりあえず1個目。てか、おっそう。雑誌とかもできんかったっけ。とりあえず1個目ね。よし、早く早く。こんなパズルみたいな感じやったね、そういえば。んで、なんかこんな中とかもありそうじゃない？お、下からも見えるんやね。あ、ほらほらほら、あったあったあった。え、でもあれは、うん、やっぱそうか。じゃ、この上に乗って、向こう側に渡っていかんといかんね。今2個よね。んで、ほら。ここに。びっくりした、潰されるかと思った。はい、3個。で、あとあの2個ってことや。はい、これで。ん？ん？待ってよ。あ、あっちから抜けんといかんのか。なるほど。こっちや、こっち。あぶねえ、落ちよった。で、こっちから抜けて、くそ、全部緑だから。よくわからん。あれ？待って待って待って。ん？ああ、あっとんか。あってた。もう一個はって思ったけど、ここに二つあるね。はい、これで、4個。やったー！ラスト！イェーイ！コースクリアー。なんかいろんな要素があっていいね。なんか普通にコースをクリアしていくだけやったらあれかなと思ったけど。バイバイ。ありがとう。おぉ、超増えた。あ、やっぱ5個くれるんや。一人で遊ぶときは他のコースでも R、またはスティックプラス A でカメラを操作できます。ぜひ試してみてください。試してます。次ここかな。あ、スターが10個あったら開くと。よし、開いてくぞ。ねえ、周りは？周りはまた別の時かな。なんかこれ出てきそうじゃない？ジュゲームとか。なんもおらんのか。ここで何かしら。なんか向こう側とか行けんのかな。ごめんね、寄り道するけど。行けなさげ。よし。じゃあ、挑んでいきますか。いや。
扉から入れよ。ワールド1の城。対決クッパのハイウェイ城。お、ここあれじゃない？マリオカートではなかったっけ？なかったっけ？何？ボム？爆発するんかな？避けてこ。使えるんかもしれんけど、とりあえず避けてこ。これは？ああ！待って、何個あるんすか？やだー！ああ、ちょっと待って、そこね。はい。はいはい。おーっと、怖い。よいしょ。よいしょ。ちょっと待って。にゃにゃ。にゃにゃにゃ。あとは別になんもないかな。じゃあちょっと向かいます。お。怖い。あれ、こっち、向こうに乗ったままでよかったんか。意味なかった。あー、怖い。なにこれ。猫じゃないと動かせん何かとかそういう。あ、なんか、引っかいたら出てきたよ。で、ここ登るってことかな。あ、スターがあった、スターが。え、待って。あー、びっくりー。時間制限があるの。なるほどね。で、ちょっともう一回もう一回。にゃ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 。よし。行くぜ。待って、こっちはコイン型だな。イエーイ。んで、あ、こっちはもう最初からこの位置か。なるほど。おお、結構な、おおっとっとっと。え、あんなところに。待ってくれーい。あ、こっちの方に連れてきたら、あれじゃない？あれ？避けるの？あ、ほら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 。イエーイ、スターゲットー。びっくりした、落ちよったー。ゴールはどこなんですかね。あ、怖いんですけど。え、超絶怖いんですけど。あ、こっちに渡らせてきてったら。ポコポコ。よし。待って、なに、あっちやん。これは、待って。この上に登れるけん。ああ、よかった。猫じゃないといけんかと思った。普通のマリオでもいける。でもとりあえずでかくなりたいんやけど。え、これからクッパじゃない？もしかして。もしかしなくても。無理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 。強化させて。おー。めちゃくちゃ派手やね。超派手な車やね。ふわ。何？何をどうすればいいの？これ。これどうすればいいんやろう？なんか、ぶつけれるとか。あー！ダメやった！よし。なんだ、近づかないと。あー！爆発しそう！あれや、こっちに落としてきて、すぐぐらいに蹴り飛ばさんといかんかな。いけい。イエーイ。お前の車壊しちゃるわ。あ、危険。よっ。お、どうよ、どうよ。その車顔ついとったけど、あれかな。意志を持った車かな。あ、ダメだ。赤くなったらダメということかな。え、怖い怖い怖い。ちょっと待って、早くない？赤くなるの早くない？あ、怖い。違う方向に行った。小さいとかでかいとか関係ないのね。とりあえず赤くなったらダメなんね。オッケー、理解理解。怖いんですけど。もうちょいこっちの方に落としてくれんかな。早い。早い早い早い。行け。よいしゃー。あー、怖い。行け。おおおお、いいぞいいぞ。あと何回だ。うーん、特に回数はわからない。あ、これあれやん、使えるよね。えへへへ。えへへへ。これでの攻撃はできんのか。くそー。なに、そっちに向かえばいいの。
乗り上げた。これ炎で吹き飛ばすことはできるのかな。あ、近くで爆発させればいい感じか。間違えた。そして今私は舌を噛んでいたい。ガガガガガ。これ一応当たってるのか。効果あるっぽいね。イエーイ。効果あるっぽいわ。よっしゃー。ファイヤーマリオやったら楽。お、脆いよ城の橋。あ、大破してしまった。めっちゃ飛ぶやん。超飛ぶやん。お、大量のコイン全部拾っとこう。よし、ふう。あ、でっかいの。あ、おったよおったよ。何人おるんやろこれ。てかこの子はなんで捕まったの。この子にどういう能力があるとかも何にも知らんねえけどね。これこの裏側になんかあったりせん。ち、何もなかった。ち、何もなかったぜ。ね、上がらせて。上から行く。よし、いけい。あれ。もういい、下で。なんか今旗の部分で割ったみたいな感じに見えたけど、めちゃくちゃ鋭利とかじゃないよね。コースクリアー。一人目かな。いっぱいおりそう。ピーチ姫やったら一人で済むのにね。まあ何回もさらわれるけど。イエーイ。どうも。何そのトンカチ。あ、橋かけてくれるとかそういうことか。振るの？いや、かけてくれた。あ、橋じゃなくて。なるほど。土管なのね。なんか結構向こうの方まで伸びてったっぽいけど。よし、渡っていくか。ふぅ、これで2のになるんかな？ほう、見て、砂漠に花が咲いとる。お、次黄色や。しかも髪が長い、ちょっと。なんかね、砂漠に花ってすごい不思議な感じやけど、かわいい景色。そして、そこにもなんかあるけど、多分まだ開かんのかな？わからん。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで次からワールドに移って砂漠の世界楽しんでいこう。